はい、どうもハリウッドでございます。さあレコードキーパーやっていきましょうということで、シリーズハッピーラッキーですね。もう全部全シリーズ揃いました。1から2345と来てるんで、5から1まで一気引きしていきたいかなと思います。それでは5からですね。5からいきましょうか。5は、とりあえずバッちゃんの覚醒が一番ツイヤーなんですけど、あとはレナちゃんの超絶、あとファリスも結構欲しくて、まあ言うててもしょうがないと思うんで行きたいと思います。さあとりあえずね、ミラボが来ないと話にならないと思うんで、ミラボ来い、ミラボ、ミラボ来いよ、ミラボ。さあ引き寄せて来い、強欲に引き寄せろ、おし、ナイス、まずナイスですね。オッケーオッケーオッケー。バッちゃんのこれは刀開演かな、超絶持ってる気がするけど、あ、ギルガメッシュか、ありがとうございます。ギルガメッシュの超絶じゃないですか、いいね。炎動物無属性ね、で自身の炎属性まとい、一定時間自身の攻撃力アップ、侍アビシオジに追撃、1最強技、1か4か6か10連続の方、なかなかギャンブルがあるやつですね。いいっすね、火のアタッカーとして、ありがとうございます。ちょうどねメッシュさんの、メッシュさんの曲だし、もうめちゃめちゃええやないですか、ありがとうございます、ありがとうございました。さあ次4、4は本当ローザさんの超絶、マジでローザさんの超絶と、あとリディアさんの超絶、ここ2点かな。カインも超絶1個持ってるんですけど、一番欲しいのはローザさんの超絶。僕も怒り、イカローザしたいんですよ、怒りローザを。行きましょうか、怒りローザで。まずはミラボが来ないと話にならないんで、ミラボ頼むぜ、ミラお願い、ここで来て、よし、ナイス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 。さあこれローザさんの超絶ですよ、ローザの超絶来い。これリディアかな、リディアの超絶、あ違った、あ合ってた合ってた、奥義ありがとうございます、めちゃめちゃええやん、やった、いいっすね召喚。これね、この間深淵クリアしたばっかなんですけど、こんな最高やないですか、ありがとうございます。リディアさんの奥義か、ありがてえ、召喚で行かないといけないようなとこがあったら、もうこれ必須っすね。リディアさんありがとうございます。もう未だにね、お、あの超必殺技のオーディンで頑張ってたんで、そんなアホなっていう。はい、3っすね。3は玉ね剣士は相当かなり強いんで、で物理の方のクリティカルが上がるやつとかがあるじゃないですか、あれは引いてるんで、確か魔法バージョンの方もあるんで、そっちが欲しいっすかね。まあ贅沢しか言わないっすよ僕は。さあ今んとこ2連続ミラボなんで、ここも流れよくね、空気読んでミラボでしょうよ、ミラボ、あー空気読もうよ。なんだてめえはこれ、てめえはなんだ、お鬼世の戦技やないっすか、待機時間なしで一定時間自身の攻撃、自身の攻撃は弱点王は微弱をついた時にダメージアッププラス自身の待機時間2ターン短縮か、時短はかなりいいっすね、一定時間っすもんね、あーこれもなかなかねいいっすよ、ありがとうございます。戦技ね、いやいやいや、なんだこれはとか言って申し訳ない。で2っすね。2は正直ほぼ使ってるキャラいるかな、まあもうサクッと引くか、2してないんで、そのキャラの思い入れとか全然わかんないっすよ。さあとりあえず、うん、見放されたか、弓か、これはあ持ってない、あマリアさんありがとうございます、マリアさんのバーストじゃないですか。
地属性まといね。多分これは初期の方のバーストになるんじゃないのかな。敵単体チーム属性3から6低確率で石化不要で、太陽の炎だと敵全体2回連続一定地下自身の防御ダウンだけど魔法力が上がると。なるほどね。まあ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 、まあ、全然全然マリアさんは2でアタッカーとして使えと。さあラストですね。このシリーズもついにラストを迎えることとなりました。一応ガーランドさんはもうほぼ最強クラスに全持ってるんですよ。チェインとかも。で光の戦士も光チェイン持ってるんで、まあどうすかね、スーパーモックとかそこら辺かな。あとは回復。さあどうでしょうか。まあとりあえずもちろんミラボは欲しいよ。ミラボよし、ナイス。さあおっと、これ斧斧というジャンル。斧だったら誰だっけ。あ、ウォルか。ウォルの超絶でございます。敵単体に8回連続の遠距離か。で、デスペル。いいね。プラス防御力、魔法防御力、短時間ダウン。特大させる、クラッシュ状態を付与。いいっすね。でも、いいけど、まあ、デバフっすよね。ただ、このクラッシュ状態を付与ってのが、クラッシュって今の状態の敵にも入っていくんですかね。なんかもうキャンセルは効かないんですよね。今の子たちには。子たちって。はい、ということで、1から15までを引いていったんすけど、まあ、でかいのはありましたよね。とりあえず、結構いいのも引けてたんすよね。もうとりあえずリリアはでかいっすよね。で、まあ、防具の方もあるんで、ちょっと防具は入手順っすね。ゼロ式から、たんですけど、どっからだっけ。まあまあまあ良かったってやつね。まずこれね、絶対さっき引いたやつで、ヒーラーローブ、ヤシトラな、ヤシトラのレジェメタね、あ、レジェマテね、これかなりいいはずで、こっちは多分違うのかな。まあでも、そうですね、キスティスさん、これいいっすよね。で、あとシャントットもね、マジョアビリティダブルが来たんで、これはいいっすよね。で、バルフレアさんの炎まといいですね。あとは、ギルガメッシュ。これは結構面白そう。で、戦技、オニオンナイトですね。使います。で、マリアさん。で、ウォルスね。はい、ということで、まあ、戦力、そうっすね。1個2個。大きく戦況が変わるようなのは引けたかなって感じなんで。で、今やっと深淵をクリアしたんですよ。この間あの生放送でやってたんですけど、なんで次からはですね、魔石に突入していきたいと思ってるんで、またね、魔石攻略っていうのをしていきたいと思ってるんで、そこはねぜひですね楽しみにしていただきたら、僕も楽しみにしてるんで。はい、ということで、魔石ダンジョンのところで終わるのも不思議な感じですけど、今回のシリーズハッピーラッキーガチャ、これ終わりたいと思います。皆さんどうだったでしょうか。覚醒とかね、いいの引いてる人たくさんいると思うんで、まあまあね、またね、石貯めて頑張っていきたいと思います。それではハリウッドでした。また他の動画を見てくれたら嬉しいです。バイバイ。